姿になっちまったな。ゴーキン、全力でこの馬鹿を止めるぞ。目を覚ましやがれ。
男子たるもの、忠厚と誠運に生きよ。そう教える母の声が今も聞こえる。なれど仕えた者たちは義には厚くとも勇に乏しく、おもねる者ばかりを重んじて我が忠に応えることはなかった。異常部として身を捧げるべき人物、それを追い求めて戦場を渡り歩き、生をかけた視線の果てについに見つけた。そしてそなたらは闇に落ちた東方を救ってくれた。七尺の剣を帯び、天使の傷橋を登る男子の本懐、遂げるまで死ぬわけにはいかぬ。この大事で生涯の主にようやく出会えたようだ。兵を集め、貴殿への忠義の証としたい。兄上、良いのですか？奴は忠義を貫き、司祭を乗り越えた男、必ず帰ってくる。よし、次どこ行く？俺たちの新たな船出の始まりだ。もう一人仲間に引き入れたい男が。すでに手は打ってあります。共に時代を切り開けだと？回りくどいことを。